12人います。まあ余裕でしょ。はい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 、はい、皆さんこんにちは。12月の朝、この格好で外を並んじゃダメだよ。一ノ瀬でございます。いやなかなかきつかった。やっぱこれだけだと非常にきついわ。さすがに回路の力も必要だったということで、あったけ。まあ余裕で買えましたよ。私のところは朝6時にはもう12人ぐらい並んでましたね。そっから2時間並びました。あ、もちろんこの状態でね。で、開店前にはもう50人ぐらいかな。それでも多いよ。まあ別にそんな早く行く必要ないんだけど、列の結構前の方にいないと、開店してから、レジで会計するまでの間が長いのよ。早く買ってすぐ帰ってくるみたいな。それしたいんで、早めに行って並びました。はい、ということで今回は、はい、こちらでございます。仮面ライダービヨンドジェネレーションズプレミア特典付き前売り券、デラックスコンドルバイスタンプ。はい、対象年齢3歳以上。よし。私の後ろにいたおじさんみたいな人、変えたかな？ 3 歳以上、3歳以下っぽいんだよな。限定3万5000個だっけ？で、ぶっちゃけ今回ウェブでも買えるので、まあ争奪戦にはなりませんよ。てかタジャドルがおかしすぎたんだよ。あの時マジ異常だったよ。今んとここれ使ってるのはデモンズヒロミちゃんですよ。まあ、いいね。まあ、いいんだけどさ。まあ、いいんだけどさ。まあ、いいんだけどさ。全然似てないな。今の誰だか分かった？さあ、それではこちらを開けていく前に。今日朝起きて何も食べてないので。お？うわぁ、俺のミスはぁ。カモン！セッセッセッセイ！カモン！セッセッセッセイ！なぁ。元気熱々ですよ。おい、ではまずこちらムビチケの方。この絵柄は通常と一緒なのかな？あ、絵柄は同じだね。カンダウ！そして、やっとお久しぶりのいつもの説明書、帰ってきてくれました。はい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 。では早速見ていきましょう。はい、コンドルバイスタンプ。はい、色の方は紫とブラック。そして薄いピンク。造形的にはイーグルバイスタンプと一緒。で、後ろに映っている仮面ライダーダブルの造形も一緒。噂だとこれは仮面ライダージョーカーをモチーフにすると。だけど真ん中にラインが入ってますね。で、ちょっと違いが出てるのはこの紫の部分。この紫の塗装のこの表面。イーグルの方は半艶に対して、コンドルの方はちょっと艶感が出てます。で、下のスタンプのところは、こちらも特に絵柄は変わりません。そして後ろ。はい、季節外れの新色。桜色。はい、リバイスとライブ。まあ、こんな感じに3色揃うと綺麗だな。あと何色増えるんだろうか。絶縁シート、ふんねん！コンドル！紫の LED で発光。さあ、リバイスドライバーをつけて、おっと、その前にバイス先生。こんなボイスやっぱりか。コンドル。ココンドコンドル。ああ、そう来たか。せっかくだから、ちょっと仮面ライダージョーカーっぽく。翼広げる、踊る、彩る、コンドル。で、バードワイルドに決めるぜ。ダブルのハードボイルドに寄せたんか。で、必殺技。で、リミックス変身。なんて言った？必殺ヤドル、キドル？あ、キドルか。で、コンドル。なるほど、仮面ライダージョーカーの翔太郎っぽいね。はい、ということで今回は、映画。あ、すいません、藤岡舞人様のインタビューで言ってた映画みたいな感じで言ってしまいました。大変申し訳ございませんでした。仮面ライダービヨンドジェネレーションズプレミア特典付きマイル券についてくるデラックスコンドルバイスタンプを紹介しました。さっきも言ったんだけど、今これを使っているのはデモンズだけで、まだデモンズドライバー来てないのに、果たしてビヨンドジェネレーションズ、これが来てしまうのか。公開は12月17日、迫ってきましたな。皆さん劇場でお待ちしております。出てませんよ。
最後までご視聴ありがとうございました。以上一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。